皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも、私です。学校であった怖い話 S、続きやってまいりましょう。ではですね、庄司のこの4分岐ですね。今日はどれにしよっかな。どれにする？まあ、前気持ち悪い話見たしね。幽霊の話とかにしとく？そうですか。偶然ですね。僕が用意してきた話は、ちょうど幽霊に関するものなんですよ。佐伯さん、実はですね、これは幽霊の話でもあり、僕の懺悔録でもあるんですけれどね。懺悔録。どうか最後まで聞いてください。それではお話ししましょう。実はですね、あの宿泊施設には、幽霊の他にも出るものがあるんですよ。お教えしましょう。なんだろうな、今回のちょっと庄司の言い方嫌やな、なんかめくるめくみたいな。それは鉛筆です。ただの鉛筆じゃありません。それは死神鉛筆と呼ばれているんです。死神鉛筆はどこからともなく現れ、また消えていくものらしいです。要するに、選ばれた人のみ使うことができるものなんですよ。昔この学校にコックリさんをするのが好きな男子生徒がいましてね。ただ、彼のするコックリさんは死神様という名前で、10円玉ではなく鉛筆を使うものでした。コックリさんに使用した10円玉は、すぐ使ったり手放したりしないといけないそうですね。でも彼は死神様をした後、使用した鉛筆を処分しなかったそうです。そして死神様をするたびに繰り返し使うようにしていたということです。同じ鉛筆を何回も使うことによって、その中に死神様のパワーがどんどん宿っていくという考えを持っていたようですね。そもそも死神様のやり方知らんから、鉛筆の使い回しって言われてもピンとけえへんけどね。彼はもうこの学校を卒業してしまったんですが、死神様に使用した鉛筆をある日どこかに落としてなくしてしまったそうなんですよ。どこに落としたと思います？そうです。宿泊施設の中です。彼はなんと僕と同じサッカー部に所属していたんですよ。ま、僕が入部した頃にはもう卒業していましたから、会ったことはありませんけど。それでその死神鉛筆なんですがね。その鉛筆を使うと自動初期ができるそうなんです。すごいやん。鉛筆の力によって自動的に手が動き、あるメッセージを書くということです。そのメッセージなんですがね。死神鉛筆を使った人が何をすると死んでしまうかということを表すものだそうです。例えば、道路に飛び出すとか、誰かと喧嘩するとか、そういうことを予言できる鉛筆だそうですよ。僕が話すのは、この死神鉛筆にまつわる出来事です。あれは去年の夏のことでした。サッカー部の合宿があった時、死神鉛筆を見つけた男子生徒がいたんですよ。彼の名は山本道夫と言ったんですけど。合宿2日目の夜中、山本さんがふと目覚めると、枕元に鉛筆が置いてあったそうです。それで学校の備品かと思って、どこかに移動させようとすると。ちょっと怖いな、このピンピンになった鉛筆が枕元にあるの。鉛筆って刺さるからな、結構。鉛筆を持った瞬間、それが動き出し、彼の手は導かれるように、ベッドの脇に置いてあった文庫本のカバーに殴り書きを始めたんです。その文章はこういうものでした。今日、最初に会った女の子と付き合う。月明かりが窓から差し、その文章を照らしています。彼は驚きました。死神鉛筆のことを知らなかったため、これは何かの予言ではないかと思いました。
付き合うってそっちの付き合うなんかな。突き刺し合うじゃなくて。あ、これ言ったあかんかった？ネタバレった？鉛筆は死の予言を書き終えると空中に姿を消してしまいました。山本さんはそわそわしだしました。今日最初に会う女の子というのは誰だろう？どんな子なんだろう？可愛い子だといいな。合宿中だからマネージャーの女の子だろうか。そんなことを考えました。周りのみんなは寝ています。山本さんは起きて身支度を始めました。持ってきた運動着の中で一番新しいものを枕元に置きました。朝起きたらすぐ着れるように。僕は彼がごそごそ言う音で目覚めましてね。見ると山本さんは文庫本のカバーを眺めてニヤニヤしているではありませんか。なんだか変な空気が流れているのを感じて、僕は寝ているふりをしながらしばらく彼の様子を伺っていたんです。すると彼がベッドの下を見ていきなり声を上げたのです。わっ！何事かと思って目を凝らしてみると、あ？彼のベッドの下になんと女の子がいたのです。君誰？山本さんは顔を赤くしながら驚いていました。ああ、もうこれはもののけやな。すると女の子はこんなことを言ったのです。え？家出してきたの？女の子はこの学校の制服を着ていました。彼女は家出をしたため、学校の宿泊施設に泊まろうと思ってきたと言いました。そして彼女は山本さんにベッドを用意してもらい、宿泊施設で寝たのです。僕は次の日、山本さんに話をしました。それで彼が死神鉛筆を使ったことを知ったのです。驚きましたよ。もちろん僕はすぐさま伝えました。彼が自動書記をしたのは死神鉛筆の力だと。死神鉛筆の予言は死のメッセージであると。しかし彼は僕の言うことを聞き入れませんでした。そして彼女のことは誰にも言うなというのです。山本さんは彼女を隠しました。もしみんなに見つかったら、きっと彼女は帰れと言われてしまう。そう思ったのでしょう。彼は宿泊施設の空きベッドに囲いを作り、そこを彼女に使わせました。そんなことできる？何これってならん？そして昼は彼女を学校内の別の場所に行かせ、夜みんなが寝た頃に宿泊施設に入れていたのです。彼女は言いました。学校に通っていたって毎日同じことの繰り返し。授業を受けて家に帰ってまた学校に行って、時々先生に叱られたり褒められたり、テストや成績を気にして本やノートに線を引く日々。もっと違うことがしたくて家を出てきたの。その辺はな、本人の心がけ次第やと思うねんけどな。夏休み中に楽しい体験がしたくて。彼女の言っていることはただのわがままかもしれません。でも彼はそう思いませんでした。彼女はただ考えなしに楽しもうとしているだけなのではない。今しかできないことをしようとしているのだ。そう考えたのです。これ私さ、ペルソナ5やってて思うねんけど、この動画出すときにそのパート配信できてるかわからないんですけどね。自分が学生の時にさ、ああいう学園もののさ、ゲームしたかったなってすごい思うの。この学校はちょっと学園ものじゃないからあれやねんけど、ペルソナ5やってるとさ、なんかすごい学生の貴重な1年間を使って、毎日いろんなことができるなって、なんかすごい思うのよね。まあ大人になった今でこそ、そういう風に思うのかもしれないけど、私学生の時ゲームとか全然してなかったしさ、あの時にペルソナ5に出会ってたら、なんか学生生活もっと大事にというかもっといいものにできたんじゃないかなとか、なんかすごいそういうの思うねんな。だから学生こそ
学園もののゲームをやってほしいと私は思う。学校は以外でね。そしてそんな彼女の冒険に協力してあげようと思ったのです。彼は彼女に一目惚れしていたのかもしれません。あれは死神鉛筆の予言だよ。僕が言った言葉を彼は忘れていなかったはずです。しかし彼はその時あの女の子と付き合っていたわけではありません。だから危険はないはずだ、そう思っていたようです。しかし合宿4日目のことです。そろそろ家に帰るわ、いろいろありがとう。彼女は月明かりが綺麗な夜、そんなことを言い出したのです。それだけでも山本さんはショックだったのですが、彼女の次の言葉を聞いて考えてしまいました。いい思い出になったわ。いい思い出？山本さんは彼女との日々を思い出にされてしまうのをとても悲しく思いました。そこで言ったのです。合宿が終わったらまた会おうと。付き合ってほしいと。すると彼女は頬をあからめ、その言葉に OK しました。そして合宿最後の日、夜の校門で待ち合わせをしようと言い出したんですよ。彼は迷わず約束しました。そして合宿最終日がやってきました。彼はその日彼女に連絡先やクラスを聞こうとワクワクして校門で待っていたのです。けれど彼女はなかなか現れませんでした。山本さんが待っていたのは7時頃からです。10時になっても彼女は来ませんでした。山本さんはそれでも待ちました。もし彼女が7時前に来てしまったらどうしよう。そして山本さんが来ないと言って帰ってしまっていたら。そんなことも考えましたが、ずっと待ち続けたのです。彼女は来ました。夜中の2時です。彼女は黒いローブを身にまとっていました。顔はローブで隠れています。それで彼女の顔がよく見えません。黒いローブが闇に溶けそうなほど暗い雰囲気を漂わせていました。山本さんは彼女の顔を見ようとしてローブに手をかけました。すると、よくぞのこのこ来たね。彼女の声とは思えないようなのぶとい声がしました。それは地の底から響くような声でした。お前を予言通り殺してやろう。校門にやってきたのは死神でした。直々に。一方本物の彼女は。え？いるの？本物の彼女。ああ、そうやな。3年前に亡くなった女の子だったそうです。ちょうど山本さんが合宿をしていた季節に家出して、学校の宿泊施設に一人泊まり込んでいた子だったんです。そして何日も一人で学校に泊まっているうちに、暗く落ち込んできたのでしょう。あるいはこの学校にうごめく霊が働きかけたのかもしれません。彼女は合宿施設の窓から飛び降りて、彼女が自殺してからあの宿泊施設にはその霊がしばしば出ていたそうなんです。ですが山本さんが彼女と同じ世界に行きましたから、今ではもう寂しくないのでしょう。彼女の霊が出ることはもうなくなりました。しかし山本さんはまだこの世に未練があるみたいです。あれから時々宿泊施設の中に現れるそうです。そして山本さんが現れた後に彼女の声が辺りに響いて、山本さんの霊は彼女の声に呼ばれるようにすっと消えてしまうそうですよ。僕は山本さんに何もしてあげられませんでした。そこでサッカー部を辞めたんです。宿泊施設に出る山本さんの霊と向き合うのが怖くて。僕はそういう男なんです。最低の男なんですよ。それでは次の方に話を譲りましょう。僕も真実を話しました。どうか皆さんも全てを打ち明けてください。何この振り方。てか、終わり？あ、じゃあこれ。
割と即終わりなんやな。分岐なかったね。ちょっとね、幽霊の話だけで動画一本って思ったけど、あまりにも短いので、このまま行きましょうか。じゃあ、残酷な話行く？そうですか。ならば、やはりこの話をするしかないでしょうね。あの宿泊施設には、逆さ女が出るんですよ。彼女はベッドで寝ている人を覗き込む妖怪です。頭を下にして長い髪を垂らしながらベッドで寝ている人にある質問をするんです。どういう質問をするかって？それはおいおい話していくとしましょう。あれは去年の夏のことでした。僕が入ったサッカー部はあの宿泊施設を合宿所にしていたんです。実は僕、仲が良かった友達に誘われてサッカー部に入ったんですよ。別にスポーツをして体を鍛えようなどとは思いませんでしたけどね。友達の話を聞いているうちに興味を持ったというわけなのです。その友達は袖山勝くんって言ったんですけどね。サッカー部の合宿は大変きついものでした。僕と袖山くんはお互いを励まし合いながら辛い練習に耐えました。それでですね、袖山くんは合宿中に逆さ女に会ってしまったんですよ。僕もこの事件があってから初めて逆さ女のことを知ったんですけどね。蒸し暑い夜のことでした。宿泊施設には冷房も網戸もありませんでしたから、暑い中に蚊が飛び回って最悪の環境でした。今じゃ考えられへんね。そこで疲れた体を硬いベッドに横たえるのですから、もう散々なものです。僕は夜中になってもずっと眠れませんでした。すると、これちょっと怖いね。逆さ女が現れたのです。僕は怖くて寝たふりをしていました。結構このゲームの中でも上位に食い込むぐらい不気味じゃないこれ。逆さ女は袖山くんのベッドの上から覗き込むようにしてじっと彼を見ました。あ、逆さ女が覗いてる袖山くんを見てたんやな。袖山くんがその気配を感じて目覚めると、逆さ女はこんなことを言い出したのです。起きてしまったんだね。私と会ったことは誰にも言うんじゃないよ。これはお前と私の二人だけの秘密なんだからね。お前はいい子だろ？いい子だったら約束を守れるね。誰にも言わない、何も答えない、大声で叫ぶ、突き飛ばす。大声で叫ぶと、すぐゲームオーバーになれそう。ねえ、言うなっつってるやん、みたいな。どうやろな、私やったら、ちょっとトンチキで、何も答えないかな。いや？みたいな。だから何やったら、これだって、目覚ましてるんちゃうよ。寝ぼけて目開けてるだけで、これ寝てますって。私、夜中に目開けちゃうんです、寝てても。っていうふりする。早く答えないと食っちまうよ。さあ答えるんだよ。お前はいい子だろ？いい子だったら約束を守れるね。え、ない！このまま黙っとく、ないの？いやでもこれ私やったら、もう戦うかもな。誰にも言わない。いや私戦うかもな。周りに人いるやろ。やるかも。袖山くんは逆さ女を突き飛ばそうとしました。しかし緊張のあまり手に力が入りません。逆さ女は目をギョロリとさせ、袖山くんを脅しました。約束しないとお前を血だらけにしてやるぞ。それを聞いた袖山くんは約束しちゃうんや。
だってさ、約束しなくても血だらけになるしさ、人に言っても食われるんやろ。ほなやったら戦うしかなくない？逆さ女と会ったことを誰にも言わないと。しかし逆さ女のあの声、僕はそれまであんなに不気味な声を聞いたことがありませんでした。彼女の声はカエルのように潰れていたのです。これ新井さんどうなんやろね、庄司はどうなんやろ、庄司は言っていいんかな。次の日、僕は彼の後をずっとつけ回しました。彼が逆さ女との約束を破らないかどうか心配だったのです。袖山くんは誰にも言いませんでした。そうして一日は無事に終わったのですが、その日の夜です。また来た。再び逆さ女が現れました。そしてこう言うのです。お前は誰にも言わなかったね、褒美としていいことを教えてやろう。誰か信頼できる人に私と会ったことを話してみるといい。そして私の正体を尋ねてみるといい。逆さ女はこれだけ言い終えるとまたもやスルスルと消えていきました。次の日、袖山くんは練習の合間に僕を呼び出し、逆さ女の話をしました。僕は彼のもとに逆さ女が現れたことを知っていました。ですから彼の相談を嬉しく思ったものです。彼にとって僕は信頼できる人だった。それが嬉しかったのです。しかし悲劇はその時起きました。彼が僕に逆さ女の話をし終えた途端、お前は約束を破ったね、え？逆さ女が袖山くんの背後に現う、ずるない？そして彼を背後から血しぶきが飛び散りました。逆さ女の顔や手も血にまみれています。逆さ女は袖山くんの体をどんどん切り刻みました。これ庄司疑われへん？てか逆さ女ずるない？え？これずるない？納得できへんよなこれ。ほらな、だからやっぱ最初から戦うべきやねん。僕は彼の血を顔いっぱいに浴び、何が起こったのかよくわからない状態になっていました。血が目に入ったため何が起こっていたのか確かめる術がなかったのです。しかし足元に何かがゴロリと当たった感触は覚えています。それには糸のようなもじゃもじゃとしたものがついていました。まるで人間の髪の毛のようなものが。僕は思いましたよ、これはもしや袖山くんの首ではとね。それから僕は気を失ってしまいました。気がつくと僕は焼却炉の前に倒れていました。周りを見回し立ち上がろうとすると、焼却炉の炎の中に手のようなものが燃えているのが見えたのです。あれはきっと袖山くんです。逆さ女に切り刻まれ焼却炉に投げ込まれてしまったんでしょう。僕はそれから逆さ女について調べました。資料は宿泊施設のベッドの下の方の壁にありました。昔逆さ女に会ってしまった人が書いたものでしょう。すごいとこ調べたな、よくそこ見たな。そこには恐ろしい事実が記されていました。逆さ女は殺人鬼の妖怪だったのです。彼女はまず獲物に対し約束をしようとするんです。約束はどんなものでもいいんですが、大抵は秘密を守れというものだそうです。そして約束を破った人を後で殺しに来るんですよ。恐ろしい話です。逆さ女は宿泊施設のどのベッドに出るかわかりません。だから油断ならないんです。あの施設を利用するときは、逆さ女に殺されない方法は一つだけです。彼女と約束をしないことなんですよ。約束をしなければ彼女との約束を破るということはできませんからね。または約束を破らないことです。
ですが彼女との約束を破らないようにすることは非常に難しいと思います。彼女はあの手この手で獲物が約束を破るように仕向けるんですから。彼女は約束を破った人以外は殺しません。殺せないんですよ。なぜかって彼女は正当化する理由がないと殺人を犯すことができないんです。約束を破ることが殺人の理由になるかというとちょっととは思いますけどね。彼女は約束破りは殺すというモットーをずっと貫いてきた妖怪ですから。ああ、シリアルキラーなんかな。これについてはいろいろな噂があるんですが、どうやら逆さ女は生まれた直後にある事件を見たことがきっかけでああなってしまったということです。その事件というのはですね、逆さ女の母親の妖怪が父親の妖怪を殺してしまったというものです。その時母妖怪は父妖怪が約束を破ったから殺したんだ、だから悪いのは父妖怪なんだと言い張ったそうです。なんやねん母妖怪父妖怪。それで逆さ女の心には約束を破った人を殺さなければならないという考えが定着してしまったということなんですよ。袖山くんは逆さ女との約束を破ったために殺されてしまったんです。どういうことだかわかりますか。逆さ女は彼女のことを誰にも話さないという約束を袖山くんにさせました。誰か信頼できる人に私と会ったことを話してみるといいとも言いましたが、これはただのアドバイスです。ずる約束ではありませんでした。袖山くんは騙されたのです。彼女の罠に引っかかり誰にも話さないという約束を破ってしまったのですから。佐伯さん、僕がサッカー部を辞めたのはこういうことがあったからなんです。僕は目の前で切り刻まれた袖山くんのことが忘れられないんです。そんな嫌な思い出のあるサッカー部にとどまることはできなかったんですよ。佐伯さん、あなたもあの宿泊施設に泊まることがあったら気をつけた方がいいですよ。いいですか？逆さ女とは絶対に約束をしてはいけません。さもないと、あなたも袖山くんと同じ運命をたどることになるでしょう。僕の話はこれで終わりです。そうか、だから、あれか、約束破りじゃないと殺せないから、なんかお前のこと食うぞとか、お前を血祭りにあげるぞって言われても、約束破りしてない限りは何もできないから、とにかく、約束をしないってことやね。